We are here. WA Radio. WA Radio. クリーはミノル。アンドレア・ポンピリオン。自分はこれ今でもそうですけど、自分がやってる酒場に来ていただいた日、うん、1日の例えば食前でも食後でも、うん、その1杯を飲んだ2杯を飲んだことによってその時間の流れを切りたくなくて、うんうん、だからこれ見よがしのその人の口の中味覚を邪魔にするようなカクテルも作りたくないし、うん、何食べますか、何食べに行きますか、うん、何食べましたかによって実は変えていて、あ、そうなんだ。そう聞きたかったの。お客さんとか来るときって、大体もう飲みたいものをお客さんから、これちょっと一杯ちょうだいっていうノリなのか。うんうん、それもあります、それもあります。それもある。それもあります。私が作る、例えばジンリッキーが好きでそれを飲みに来る人もいたし、いれば、うん、ハイボールっていう人もいたけど、逆に、だけど、ちょっとなんか考えてっていう人もいるでしょ、うん、もちろん。感覚で、こういう気分なんだけど。こんな気分なんだけど、いや、気分はいいけど何食べるのこれからみたいな。気分聞いてないから、って。普通に言うので。いましたよ。未だにいるけど。そう。倉田さん、今日ね、爽やかな風、何ですかみたいな。知るかね。面白いな、それ。結構いるんですよ。でもそれを面白がって自分を作るので。うん。だけど、わかるよね。わかります、わかります。その、爽やかな風。うん、そう。でそれに。こういう気分なんだけど、みたいな。で、やっぱり、どうでもいいわと思いながら。背景を知ってるので、うんうん、どういうところで食事をするか、うん、何が好きかって、分かった上で、それを入れて作るので、最高。結局当たるんですよ。最高。一番、これ本当言うと怒られるんだろうな。初めて来た人に、うん、お任せでって言われて、いや、任せられても困りますみたいな、知りませんあなたのことみたいな。はいはいはい。だからあるよね。ありますあります。おすすめなんですか、おすすめないですね、みたいな。だから概念。つまり、バーテンダーは、レコメンドがあると思う。そう、レコメンがあって自分の持ち、一番まあ得意とするものが一つある。それがさっきのカクテルコンペなんですよ。だよね。そう。そこに繋がっちゃうんだよね、やっぱり。だからそういうことじゃない。そういうことじゃないんです。ね、そういうことじゃないんです。おすすめなんですか、いや、おすすめないですけどね。怒られちゃうよな。言うと、結構おじさんたちに怒られましたけど、鼻で笑われたり、って言われたり。奈良にこの前行った時に、うん、まあ、町中華見つけたのよ、うん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 。で、おじいちゃんとおばあちゃんが会ってて、本当にもう、すごい渋いカウンターで、わ、すげえ、何十年やってんだろうなって、もう本当もう50年ぐらいやってるような店で。で、まあ、メニューいっぱいあるの、とにかく。え、これ全部こなしてんの？っていう、おっさん一人でね、厨房一人で、おじいちゃんがやってて。で、お母さんに、お母さん、おすすめなんですか？って言ったら、え？って聞かれて、もう驚いた。どういう質問なの？それみたいな。いや、これ、メニューがいっぱいあるんだけど、壁に。これ、全部そうよ、みたいなさ。好きだわ、そういう一瞬だ、なんだろう、俺らとしては、聞かなきゃよかった、みたいな。いや、なんか、おすすめあるのかな、と思って聞いただけなんですけど、初めてなんで、つって。で、その瞬間はなんか申し訳ないと思って、いろいろ喋りかけてきたんだけど、フォローしたんだ。すげえフォローが、ね。そのフォローが面白い。フォローがその後。迷ったのだ、全部、なんか、あ、これだよねって、すげえもうハッピーな状態、見つけたよね、俺ら、みたいな。これで中華絶対うまいよ、ここ。これ絶対行きたかったと。このローカル感満載な、すげえの出てくんだろうなっていう。だけど、あまりにもメニューが多くてね。うんうん、ちょっと似てるよね、感覚的に。メニューないじゃないですか。今もないけど。うん、ないよな。メニュー、ガイダンスが一切ないもんね。ないですね。で、それは鎌倉の時に実はやった結果なんですけど、鎌倉の時って、ここに、バッカウンターに。ザ・バンクもそうだったの ?400 本並んでて、実はメニューがあったんですよ。すげえ。あ、まあまあ。そうすると、コミュニケーションの始まりはメニューか酒なんですよ。あ、なるね。探り合いがないんですよ。うん、この人何が好き、ま、見始めた。こうなるじゃないですか。こうなる。うん、それやりきった結果、迷うじゃない、やっぱり。つまらんと思って。だから、メニューがない、バッカウンター何も置かないっていう店だったんですよ。コミュニケーションって基本探り合いじゃないですか。探り合い、探り合い。街中華もそうだけど、うん、すごいわかる、その感覚。それ思い出しちゃった、その3、いや、その感覚すごいわかる、おばちゃんの感覚。うんうん、いや、おすすめなんですか、いや、だからなんでここに来たの、あなたはって言いたいんですよ。何飲みたいか分かってないのって、どっかで思ってて、うん、なっちゃうよね。よっぽどマティーニください、ギムレットくださいって言われた方が試されてて楽しみだなみたいな、あ、そういう感覚、うん、だから何やっぱ駆け引き駆け引きですよ、コミュニケーションの駆け引きじゃないですか。面白い、まあまあそうだね。だからそうやって入っていくもんね、お互いに。大体分かるんですよ、頑固そうな、うん、バー好きそうな、本当言葉悪いけどおっさん、
こう座って、じゃあマティーニと思いながら心の中で、あるんだ。あります。だいたいこれ言うと本当煙たがれんだろうな。マティーニギムレットは町中華でいう、うん、チャーハンとラーメンなんですよ。はい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 、わかりやすい。わかりやすい、ね。わかりやすい。あの、チャーハンって、ダメなチャーハンって油っぽくて、勢いがないじゃないですか。はい、あと、ラーメンが、麺が伸びて火力がない。なんか、ね、火力がないチャーハン。ああああどんどん話ずれるけど、昔大好きな、北京、なんだっけな、北京菜館。銀座にあったんですよ。うん、チャーハン欲しくて。で、そこに、昼行ってたんですね。うん、昼ものすごいんですよ、勢いが。うん、もう常にガー、もう火がぶわっ、中華鍋の音がし尽くしてる、みんなチャーハン頼んでる店が、はいはいはい、これ絶対うまいなと思って入った、その奈良の中華鍋、美味しかったんですよ。でアイドルタイム、開店、夕方の始まりのちょっと前ぐらいに、その前を通る機会があって、あそこのチャーハンとビールだなと思って入って、すいません、チャーハンとビールって言って出てきたチャーハンがベタベタだったんですよ。あら、君は勢いかと思って、二度と言ってない、そこ。もうそれでアウトなんだよね。うん、そういうもんなんだよね。だけど、わかる。あの勢いはどういったっていうね、うん。ダメでしょう、みたいな。ダメ。それは。ダメ。勢いだよ。そう。あの音はどこ行ったみたいな。あれキープでしょ。音今日聞こえなかったよ、みたいなね。なんか揺れ落としてんなと思いながら、ちょっと不安だったんですけど。で、つまみにくれたザーサイ食べながらビール飲んだんですけど、嫌な予感すると思ったら、べちゃってした。案の定。あのダメだよね。それと同じです。マティーニギムレット一緒かどうか分かんないけど。もったいない、そんな感じですよ。っていう人がいると思いますよ。今あんまり見かけないけど、あとボンドマティーニちょうだいとかいう人ね。うん。うん、いるんだ。いますいますいます。大体そういう人がイギリス製のスーツが着てるんですけど。あ。こういうこと言うと本当怒られるんだろうな。今顔浮かんでるけど、それ言った人の顔。だけど思い出してるでしょ。今完全に。だから一回限りでも来なくなったでしょ、その人。いや、でもそういう人は、要はボンドマティーニの正確なレシピは今再現できないんですよ。材料がないから。あ、そうなの？っていう話をして、うん、私が思うボンドマティーニでいいですか？あ、はあ、したら？って言うと、飲んでくれて、ずーっとリピートしてます、その人。あ、美味しかったよ。うん。うん。うん、とか。それ素敵じゃない？とかありますよ。あと。だからそのボンドマティーニは彼にとってはなんかストーリーがあったんだろうね。いわゆるそのどっかで飲んだボンドマティーニのイメージがあって、ね、それともただどっかで雑誌で読んで、映画だと思います。あ、とかそう、だからそういう飲み方もありありますありますじゃない、あります。映画の中の例えば気になってしょうがないよね。あ、なんだろうこのボンドマティーニ。ちょっと言われると恥ずかしいけど、カサブランカの、うん、あの君の瞳に乾杯って言いながらシャンパン飲むシーンあるじゃないですか。うんうんうん、あれをリアルでやるおじさんがいて、君はここでやんのっていう。しかも目の前私ですけどみたいな。だけど分かるような気がする。でもそれを自分は映画も好きだから知ってるし、そうね。そうね。その瞬間とかも分かってるから一緒に楽しめますけど、うん、あとヘミングウェイとかはやっぱ酒好きだったので、うん、ヘミングウェイのレシピとかもあるし、あと、かっこいい。昭和の、例えば東京ステーションホテルのギムレットっていうレシピがあって、あ、レシピがないんですけど、うん、話があって、うん、当時はフレッシュライムってまだそんなに入んなかった時代、うん、緑色のライムコーディアルっていうシロップ、うん、酸っぱいシロップで作ってたんですよ、うん、でちょっと甘酸っぱいんですよ、うん、で緑なんです、うんうんうん、大体それを飲んでる世代だな、あの辺での遊んでる人たちだなと思うと、うん、そこを狙うんですよ、うんうん、あ、そうか、そういうある意味は何だろう、心理学っていうのもあるよね。もう心理作戦ですよ、こっちは、ね、傾向と対策がいくらあるかなる。そうだね、そうそうそう、うん、そういうことでもあるし、本当だから、なんだろう。これよく言うんですけど、うん、洋服や服屋でも、酒場でもそうなんですけど、うん、2回目に来たお客様が一番勝負なんですよ、うん。2回目来たお客さんをハグできる、顧客ができると、うん、3回目絶対来るんですよ。面白いね。これが、この2回目に、1回目は。実践して、だからまあ経験上のものでしょ、これ。そうそう。1回目は興味本位です、正直。2回目は、いや、あのチャーハンでラーメンの方が美味しいかもって思ってラーメン食べに行くのが2回目ですよ。ある。なんかラーメンの話になったけど、おかしいな。まあいや。で、これがもう一回来たら、そう、もう決まりです。そう、そう、そうだね。こっからもうコミュニケーション始まるんですよ。うん。1回、2回は探り合いです。うん。って思ってます。その段階でだから、
マイバーになるかならないか。よくあのアメリカの考え方でネイバーフットバーって、さっきおっしゃった近所、はいはい、自分の住宅、住んでる範囲内の近所に行きつけのバーを持ちたいっていう考えがあるじゃないですか。だからその感覚ってすごく大事で、帰る前に一杯なのか、あとは、まあ、ソワットの時はわざわざ来てくる方が実は多かったんですけど、でも、なんか自分の一日の流れの中の1時間とか2時間とか。で、この流れを消したくない。ワンクッション入れて。ワンクッション入れたけど、嫌な気分にしたくないっていうのが一番です、私は。すごいね。だから、酔っ払ってほしくないんですよ。さっきの話は、酔った記憶って悪い記憶しかないじゃないですか。自分を嫌いになるとか。まあ、記憶がない。記憶がない。で、そういうふうにしたくなかったから。もったいないね。で、その人の、今でもそうですけど、馴染んでるお客様、窮地のお客様とかは顔色で、実は濃さ同じハイボールも変えていて、今日体調悪そうだなとか、ああそうなんだ、そういう、今日なんか勢いで飲みたいんだなと思うと濃くしたりとか、あと普段2杯飲む人が1杯目を強くするか、1杯目を弱くするかっていうのはその場で判断します。面白いな。あとこれは自分の中の勝負なんですけど、普段2杯飲む人が前からもう1杯ちょうだいって言われたら私の勝ちですよ。勝ち負けじゃないんだけど、それは自分に課してる勝負です。来たっていう。昨日も、ああ、この人たち2杯ずつでみんなで3人で6杯だろうなと思いながら計算してるん、どっかで。仕事の仕方も含めて、接客の内容も含めて。ちょうど昨日ですけど。そしたら、そろそろ閉店が0時なんですけど、11時半ぐらいに、ああ、もうそろそろ終わりだなと思ったら、すいません、惜しかったんでもう1杯ずつ、よしみたいな。最高。